直次郎三次は明治16年に、京都に生まれ、昭和34年、76歳で亡くなりましたが、その後65年以上経った今もその評価はさらに高まってきているところであります。建国家、画家、陶芸家、書道家、漆芸家、料理家、美食家などのさまざまな顔を持った芸術家で、多方面にその才能を発揮しており、中でも日本の陶芸、食文化を語る上で欠かせない人物とされております。伝統的な料理に確固たる美学を与え、その優れて鋭敏な感覚に根ざして料理と器の総合的な演出を目指し、独特の魅力あふれる陶磁器を生み出し、日本料理の進化を導きました。本展覧会の中で特に注目される川島コレクションは、アートコレクターであるモリス川島氏がアメリカに在住していた際、御三人の友人から譲り受けた作品群であり、ほとんどが未使用で、当時の色彩を鮮やかに残す御三人の世界的な評価を証明する作品とされております。さらに実物大で再現されたこちらの茶室武教庵は、千利休の孫である千利宗旦によって作られた名茶室、有印を手本として御三人が設計したもので、この他にも御三人が愛用していたテーブルも展示されるなど、御三人をより身近に感じられる内容となっております。昨年御三人生誕140年を迎えており、本日は同じく学校創立140周年を迎えた朝鮮小学校の児童の皆さんに来ていただいております。子どもたちにとりましても、作品に施された繊細な描写や鮮やかな色彩を実際に目にすることは、美術や図工の学習に大いに役立つものと期待しております。皆様と共に作り上げてきたものを弘前市、これからさらに発展させるために、産業経済のみならず文化芸術、そして将来を担う子どもたちの成長、そういうことが遂げられる町づくりに共に歩んでいきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いを申し上げまして、開会にあたってのお話しさせていただきます。ありがとうございました。それでは参ります。はい、どうぞ。書、天国、それから美食、料理、絵画、陶芸などさまざまな分野で才能を発揮されました、北大路魯山人の、今回は陶芸作品を主に132点ほど、展示しておりますが、そのですね、いろいろな焼き方を学んだ上で、彼独自の感性がそこに注ぎ込まれて、独特な、素朴な、素晴らしい作品が、たくさん見れますので、まずはそれをご自分の目でお確かめいただきたいなと思っております。9月28日本日から11月24日日曜日まで、休館日なしで開催しております。